い、どうも、ぬいさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか？というわけでね、皆様、おめでとうございます。いや、めでたい。実にめでたい。この動画が、まあ、何日に上がってるかわかりませんが、おそらく3月28日を過ぎてると思います。おめでとうございます。この3月28日、皆さん、何の日かご存知ですか？知らない方のために一応お話ししておきますとですね、この3月28日は、そう、私、ぬい散歩の無事故無違反1年記念日でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。忘れもしないちょうど1年前、黄色信号を通過して警察に捕まったあの日からついに1年が経過して、点数が元に戻りました。僕ね、スピード違反とかで捕まることはないんですけど、異様に一旦停止とこの黄色信号を通過の信号無視で乱獲されるわけですよ。それがずっと続いて、約2年ほど前に免停になりまして、まあ、講習受けたら車乗れるんですけど、まあ、普通6点あるのが今、マックス4点になってるわけですね。なので、1年前にこの信号無視で捕まって2点減点されたから、あと何の違反しても、また免停になるからね。背水の陣で臨んでたこの1年やったんですよね。2回目の免停は完全に車乗れなくなるので、1回目の免停とはちょっとわけが違うんですよ。なので、この1年間、もう黄色信号は赤信号と思って、黄色鳴った瞬間も後続車追突も覚悟しながら、急ブレーキです。そして、もうあらゆる地面に引かれてるこの白線、もう子供が描いた白い線であっても停止して、もうクラクションも鳴らされることもありました。とにかくね、もう模範囚のような気持ちで、そして道路交通法の化身のような気持ちで、これまでやってきたのが、やっと実を結んだわけですね。ありがとうございます。これからは黄色は進めて頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今回はサーブをテーマに動画をお送りしたいと思います。皆さんの中でも、セカンドサーブに課題を抱えてる方結構多いと思うんですけど、まあ、僕からしてみると、セカンドサーブが不安だと、まあ、入るか入らんかわからんから、もう目ん玉ひんむいてボール見てしまったり、その後のプレーにも影響が出てくることがよくあります。やっぱね、上手い人は、サーブからの流れがスムーズなんですよ。今日はね、そんなセカンドサーブに課題を抱えてる方向けの動画として作ってみました。もちろんね、セカンドサーブ入るには入るけど、クオリティがいまいちやなーっていう方にもポイントがあるんで、そういう方もぜひ見てみてください。今日の動画のポイントは全然飛ばないです。はい。今後のモチベにもつながりますんで、この動画ためになった、面白かったと思ったら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本編、どうぞ。はい、それでは早速やっていきたいと思います。今日はですね、セカンドサーブをちょっとテーマにね、動画にしていこうかなと思うんですけれども、まあ皆さんセカンドサーブ、きっちり安心安全に、打ちたいですよね。はい、もうそれは分かってるんですけど、なかなかね、このセカンドサーブって、安定する人は結構安定するんですけど、安定しない人全然安定しないですよね。なので今日はもう安心安全に打てるセカンドサーブをちょっと皆さんにレクチャーしていけたらなと思います。早速ねちょっとやっていくんですけれども、まずセカンドサーブの握りから、はい、基本的にはサーブって包丁持ちでグリップ握るじゃないですか。これ前の動画でもやったんですけど、包丁持ちからもうちょっと5ミリぐらい薄く握ってみてください。かなり薄くなります。当たりがかなり薄くなるので、これで熱い当たりにならずに、まあ飛びすぎを抑える効果があるんでね、ちょっと薄く握る、包丁持ちよりも5ミリ程度薄めに握るっていうことをちょっと注意してみてください。続いてトスですね。はい、トスね、結構ね高く上げる人が多いんですけど、まあ、セカンドサーブ正直全然低くてもいいです。まあ、練習する意味も込めて、最初は低めにトス上げていって、どん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 ちょっと高めにしていく、自分の理想のトスの高さに変えていくっていうのもありだと思いますんで、トスを低めにやっていってください。最初はですね、トスめっちゃ低め、これぐらいで十分。ほんだら肘も落ちて、グリップも薄く握ってるので、あんまりボールが飛ばないから、上に打ってもまあボールがしっかりと入ってくれる、これぐらいで大丈夫です。逆に結構トスが高い人はこういうオーバーフォルトが多かったりすると思います。
セカンドサーブでね、でトスが乱れてしまって左右にねこういう風にいってこんな打ち方になってしまうということもまあ問題かな。なのでトスはちょっと低め、低めから練習ね、これで打てって言ってるわけじゃなくてトスをちょっと低くしましょうと、安定しない人は。ほんだらちょっとスライス回転もかかってまあ張りやすくなるかな。でだん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 トスを上げていって理想の高さにしていくと、ちょっとずつトスを高めに上げていく。ほんだらセカンドサーブ相手のバックハンドにきっちり入れることもできます。続いてスイングなんですけれども、スイングはまあ僕はねどっちか言うたら、トップスライスと呼ばれるサーブがセカンドのメインになるんですけど、まあまあ、トップスライスでもいいし、あとはスピンサーブでもいいし、その時にちょっと意識してもらいたいのは低いトスを上げてるんでボールを下から持ち上げる、下から上にっていう意識が出てくると思うんで、この意識で打つようにしていってください。下からボールの下からこういう風に打つことによってボールが山なりになってくれます。山なりになれば結構高さも出るので相手の高い位置でボールを取らせることができますね。まあまあ、 初級編なので上級者がこれをやるっていうのはあれですけど、まあ、とにかくセカンドサーブが安定しない人は下から上にラケットを下から上に持っていく、しっかりとトスは低めに下から上に、トスは低めに下から上に、ほんだらセンターにもねきっちり入りやすいので下から上に、こういうイメージですね。チャンネル登録よろしくね。はい、というわけでね、今までちょっと説明させてもらったことを天の声で補足させていただくと、要するに打ちたい方向には絶対にラケットを振るなと、いうことなんですよね。何を意味わからんこと言うてんねんと、打ちたい方向にラケット振らんかったらどうやってボールそこに飛ばすねんと思われる方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、セカンドサーブとはそういうショットなんです。打ちたい方向には決してラケットを振ってはいけないショット、それがセカンドサーブ。そういう風に意識してもらうと当て方がねちょっと変わってくるんじゃないかなとも思いますね。それを実現できるのが薄いグリップの握りなんですよね。熱いグリップでサーブを打ってしまうとどうしても振った方向にボールが飛んでいきがちになってしまいます。薄いグリップで握ることによって、確実に振った方向には飛ばなくなるので、そこの誤差を調整してセカンドサーブを入れていくと、いうことになります。まあそういう誤差の調整は必要ですけど、その代わりスピンがかかってくれるというわけですね。続いてやっぱりねセカンドサーブもしょぼいセカンドサーブは打ちたくないので、まあ、クオリティを上げていきたいと、いう人が多いと思うんですけど、まあ、そういう人に向けてちょっとここを意識してもらえたらなというところがありまして、ボールをしっかりと真横に切る、下から上に真横です。こういうスイングですね。こういうスイング、しっかりと横向いてこういうスイング、その時にやっぱり左手がこうきっちり最後まで上がってないと、こうなったら前にラケットが行ってしまうので、左手残した状態でこう回してくる、こう回してくるね、担いでキュンとこういう風に回してくる。ちょっとやっていきましょう。しっかり左手残してこう回すことでボールの飛びを抑えられて、かなりスピンがかかってくれます。今ちょっと浅いですけど、短く落とせるようになればもうちょっと力入れたら長くなるんで、さあここもしっかり下からこういう風に入れていく。なんぼ振ってもボールが飛ばないっていうようにしていかないといけない。振っても振っても
ボールが飛びません。ほんなら結構ねラケットスイングせなあかんなと思うようになって、スイングができるようになれば、サーブ自体はめちゃめちゃ安定します。もうちょっとやっていきましょう。めっちゃスイング下から上にこうスイングしていけば、あ全然ボール飛ばへんなぐらいの、やっとあんだけ振ってあんだけしか飛ばへんかみたいな、そういう印象が大事ですね。その当て方に慣れてきたら次はやっぱいいサーブを右から左にこういう風にしっかりキックするようなねサーブであったりとか、シングルスコート、まあシングルスのここから打ったら相手に確実にバックで打たせるセカンドサーブが打てるようになればすごく、まあ、あの武器になるというか、セカンドサーブでも武器になります。真横に振る、こういう感じですね。もう振っても飛ばんから振るしかない。いいっすね、当たりました。ちょっとワイドにも打ってみましょう。うん、こういう感じでワイドに振るときはもうちょっと前にラケットを出すイメージかな。ラスト3球、ラスト3球でワイドに当たればいいんですけど、まあ、多分当たらないですね。うわ、はい、というわけでいかがだったでしょうか。まずセカンドサーブの握り、ちょっといつもより薄めで握るということと、あとトス、安定しない人は低くからスタートしてちょっとずつ自分の高さに合わせていくっていうような、トスの高さの調整もしつつ、ラケットスイングね、下から上に下から上に持っていくで、それができてきたら下から上にさらに外に回してくる、こういう外に回してくる打ち方を意識していってください。これによってボールが飛ばない感覚ができると思うんで、もっともっと振っていかないと、ボールが飛んでくれないという意識に変わればもうセカンドサーブだいぶ安定すると思うんで、はい、というわけでね、今日の練習もサーブなんでもう一人でも練習できると思うんで、皆さんぜひねちょっと、矯正方法ね意識してやってみてください。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おつ散歩バイバイ。 Thank you.